好調な時はイケイケどんどんなんですけれども、下落相場ではなかなか相場を張り続けるというのは難しい。自らの資産が溶けていくというのは耐え難い事象になるんです。先ほど管理クラスで月30から5万でどのような資産形成ができるかというのを示しました。19億、12億、6億、3億、圧倒的な資産の形成額の違いがあります。しかし、決して月30万フルベッドで単独クラスに行ってほしいとは思ってはいません。私もそのような投資をですね、行う予定はないです。基本的には、攻めの場合は単独クラスを 10% から 30% 程度で購入することを検討すればいいと思います。当然、余剰資金が潤沢にあって、攻めの投資を行いたい方は 30% オーバーも選択肢としてはありです。しかし大部分の投資家様においては、日本は全世界 SP500 でしっかりと足固めを行い、コアサテライト戦略の一部でファングプラスで攻めてもいいと思います。しかしこのような計算結果が示しているよう、ファングプラスをいかにポートフォリオに組み込むことができるか、これによって